こんにちは、みです。今回は、教員を辞めたいかもと思ったら読む本を出版しましたというテーマでお話をしていこうというふうに思います。本日のね、4月30日からですね、教員を辞めたいかもと思ったら読む本というね、電子書籍をね、出版することになりました。で、今回はですね、その告知と、どんな本なのかとかね、どんな人に読んでほしいのかとかね、なぜこの本を出版しようと思ったのかについてね、お話をさせていただこうというふうに思います。この動画を通してですね、教員をね、辞めようか続けようかね、迷っている人のヒントになったりとかですね、僕自身の活動をね、今後についてね、知っていただけたらと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今回のトピックはこちらですね。まず一つ目が、教員を辞めたいかもと思った読む本で、どんな本なのかについてお話をしていこうというふうに思います。そして二つ目ですね、どんな人に読んでほしいかについてお話をしていきます。そして三つ目ですね、この本を出版しようと思った経緯についてお話をしていこうというふうに思います。じゃあ早速一つ目のですね、どんな本なのかについてお話をしていこうというふうに思います。で、まずですね、目次がこんな感じですね。初めにと、第1章、第2章、第3章、第4章、終わりにっていうね、こういった構成になっていてですね、第1章では学校現場のね、労働環境の問題点についてね、主に話しています。第2章ではですね、長時間労働を回避して、定時で帰るための時短術について主に話をしています。そして第3章では、退職後にね、必要なお金とか、税金やね、社会保険料についてお話をしていきます。第4章では、教員からのね、転職術についてお話をしています。これらですね、実際のね、僕自身の体験などで作っています。特に、第2章のね、時短術とか、第3章のね、お金の話っていうのはですね、かなりね、再現性の高い話だと思うのでね、読んでいただければね、労働環境だったり、あと退職のね、お金関係の不満とかね、そういったものね、かなりね、改善されていくと思いますよね。ぜひ、この辺はね、ご期待いただければなというふうに思います。一番最後のね、ページなんですよね。こういったページがありましてですね、実は今回ですね、僕自身がね、一人で書いたっていうようにですね、プロのね、ライターさんと、あと電子書籍のね、出版のね、プロの方にね、協力をしていただいています。なので、かなりね、読みやすいですし、クオリティもね、結構ね、それなりのものになっていますよね。その辺もね、ご期待いただければなというふうに思います。そして二つ目ですね。じゃあどんな人に呼んでほしいのかってことなんですけども、主にですね、教員をね、このまま続けようか。それともやめようかね。少しでもね、こういったことを思っている、ね、方について、お送りしたいというふうに思っています。そしてですね、教員の仕事はね、好きだけども、忙しくてね、毎日毎日いっぱいいっぱいね、こういった人についてもですね、読んでほしいなというふうに思いますね。で、僕自身がね、そうだったんですよね。僕自身も本当に子供が大好きでね、教員のね、仕事自体はね、好きだったんですけども、毎日ね、仕事ってね、心も休まらずにね、人間らしいね、生活をする余裕がね、なくなってたんですね。でもそんなね、過去僕自身みたいな人にですね、僕自身がですね、過去ね、どのように工夫をして、労働環境をね、改善して、で自分のね、時間を作り出したのかとかですね、僕自身がね、自分のね、時間を作り出していく中で、教員以外でもですね、世界中に自由に冒険したりとかね、もっと自由な生き方がしたいっていうね、こういったね、やりたいことが出てきたんですね。そういった選択肢が出てきた時っていうのはですね、教員ってね、安定した給料とか、あと2000万円近くね、もらえる退職金っていうのを考えるとですね、なかなかね、こういったやりたいことに踏み出せるような、勇気もなくね、お金の不安もね、あったんですよね。特に退職者とかね、転職した人とかね、そういった体験なら聞いたのが、退職をしてからね、住民税とか国民健康保険料とかね、国民年金保険料とかね、こういった支払いがね、きついと、自腹になっていくと。転勤から自分になるみたいなね。こういった話も聞いていたのですね。退職をしたらね、もう恐ろしいことになるんじゃないかみたいなね。こういった不安もかなりあったんですね。なので今回の、この本ではですね、そういったね、退職に必要なお金についてもですね、かなりね、具体的なお話をしていきました。こちらですね、ほんの一例なんですけども、こういったね、各給料とかね、年収ごとの、税金とかね、社会保険料のね、額とか、あと退職後のお金のね、やりくりの考え方についてもね、紹介をしています。またですね、第4章の転職についてですね、なるべくリスクを取らずにですね、転職活動する方について紹介をしています。で、僕自身がですね、そもそもリスクを取ってですね、ほんで不安定な状態になることがね、あまり僕が得意じゃないので、いつ頃からね、転職活動を始めて、退職する準備をね、いつ頃から始めていくのか。で、そのためにね、どういった手順で、準備をしていくのかみたいなところでね、結構ですね、これも再現性を意識しながらね、書いていますので、リスクをね、なるべく取らずに、危険を起こさずに、退職とかね、転職とか、そういったことをね、踏み出せる行動をしていけるっていうね、そういった本質で紹介をしていきますね。なのでですね、こういったノウハウとかね、考え方をですね、この本を通じてね、知っていく中で、自分自身がね、じゃあ教員を続けるのか、それともね、やめて新しい道にするのかってことをですね、ご自身がですね、納得をして、決断するね、
ね、まあ、ツールになればなというふうに思っていますね。で、まあ、それ最後3つ目ですね。この本をね、出版しようと思った経緯なんですけども、まあ、教員時代からね、YouTube でね、まあ、時短術の発信をね、していてですね、まあ、2021年のね、まあ、4月現在ね、まあ、150本以上のね、まあ、動画がね、まあ、公開されていると思いますが、結構ね、まあ、これらってね、いろんなね、まあ、動画が上がってるんですよね。まあ、教員採用試験について物申しであるとかですね、転職の経験談について書いていたりとかですね、デスクテールとか、まあ、時短術とかいろいろ書いているんですけども、まあ、体系的に、まあ、一つの形でまとまっているものがね、やっぱりあった方がね、まあ、一視聴者とか、一ね、自分自身が教員だった時、まあ、若手の教員だった場合とかでね、まあ、こういった結構まとまっている情報が欲しいなと思ったんですね。あとはですね、まあ、YouTube 以外でもですね、まあ、発信するツールでのね、まあ、そういったものもでも発信をしていくってこともね、僕自身チャレンジしたいなと思ったんですよね。で、まあ、そういったことを考えた上でですね、まあ、この本として、まあ、体系的にね、まあ、まとまっているもの、そして、そのね、こういったね、映像とかじゃなくて、まあ、ちょっとね、まあ、文章とか文字で、まあ、表現していくっていうね、まあ、こういった、まあ、ね、自分自身の私のチャレンジのためにもですね、やっていきました。で、この本のいいところってやっぱりね、まあ、一つでまとまっています。そして、ね、順番もね、まあ、第1章、第2章、第3章、第4章というふうにね、体系的になっているため、まあ、一冊全部とですね、まあ、僕自身が YouTube で、まあ、1年か2年か使っていきたことっていうのはですね、結構全体像がね、掴めるようになっていくと同時にですね、まあ、僕自身もそのまあ本の作成をすることを通して、まあ、僕が自分自身ね、まあ、これも発信してきたことをね、まあ、体系的にね、まあ、自分自身もでも落とし込むことができたのでね、まあ、僕にとってもすごくね、今回いい経験に、ね、なりました。またこの電子書籍をね、出すことが大きいですね、まあ、公式 LINE もね、始めることになってですね、公式 LINE によるね、無料コンサルとか、あとまあ先生辞めた学校っていうね、まあ、月額サロンもね、始めていこうというふうに思ってます。で、まあ、なぜかね、まあ、これらをね、まあ、僕自身やろうと思ったのかっていうとですね、やっぱりただね、まあ、YouTube だったり、まあ、本もですけどね、まあ、情報をね、まあ、受け取っているだけだとですね、まあ、なかなか、ね、自分の、ね、人生ってね、まあ、変化していきにくいんですよね、実際。まあ、YouTube ね、まあ、100本見ましたと、本もね、まあ、10冊、100冊見ましたと。でもじゃあ自分の人生ね、変わるかっていうと、結局ね、自分自身でね、まあ、アウトプットをしたりとかね、自分自身で行動をしていかないとですね、結局、まあ自分自身のね、まあ人生って変わっていかないんですよね。そのアウトプットとか、まあ自分自身が行動を起こすっていうのは、じゃあどうしたら起こせるのかって考えたときに、やっぱりコンサルとかでもですし、まあそういったサロンとかね、コミュニティに入って、まあそこでね、まあ活動をする、アウトプットをすることによって、じゃあ今の自分は、じゃあどうしたらいいのか、じゃあ今後こうしてみようかなっていうふうにね、まあ具体的にアクションにつながると思うので、まあ、そういったことをですね、まあやるきっかけになればなと思ってね、まあ、やっていますね。で、まあ結構本でも書いているんですけども、まあ僕自身はですね、会社員をやりながら、まあこういったね、まあ、YouTube とか、まあ、こういった本とかの活動をしていくっていう、まあ、二軸でいいってですね、まあ、お金儲けをしたいっていうよりは、結構、まあ、安定した収入を、まあ、会社員として得ながらね、かつ、まあ、自分のやりたいことを、まあ、趣味の範囲内でやっていくみたいな感じなのでね、まあ、ぜひ、まあ、コンサルも無料ですし、まあ、それもね、まあ、最初、まあ、どうしようかな、まあ、結構値段はかなり低額にしようかなと思ってるので、まあ、ぜひね、まあ、お金をかけずにですね、まあ、リスクをなるべく取らずに、でも何か行動をね、まあ、していきたい、何か一歩踏み出したいって思う方にとってですね、何かしらね、まあ、いい機会になればいいかなというふうに思って始めておりますので、ぜひね、まあ、興味のある方はね、まあ、お気軽に参加をね、したりとか、まあ、ご質問とかね、まあ、していただけたらなというふうに思いますね。今、こういったね、まあ、新しいチャレンジがしたいっていう意味を込めて、まあ、今回ね、まあ、電子書籍をね、出版することにしました。なので、まあ、ここまでね、まあ、動画を見てくださった方はですね、まあ、ぜひね、一度ね、まあ、概要欄からですね、まあ、共有ないかもと思ったらね、本をね、まあ、チェックしていただけたらね、幸いだなというふうに思いますね。一人でも多くのね、先生方の教員生活やね、まあ、人生に対してね、まあ、何かしらをね、まあ、お役に立てられるしなというふうに思ってますね。で、まあ、そんな感じで今回ね、動画の告知と、まあ、本の内容とね、まあ、僕自身がね、まあ、本に対してね、どういう思いで、まあ、書いたのか、どういう思いで失敗したのかについてお話をさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございました。